それでな、あきさん、おはようございます。おはようございます。うん、ご近所おはよう。おはようございます。ツイキャスは画質いいね。画質がいい。うん、これどうなんだ。あ、手差しの道の駅行けばいい。これ道の駅はすぐ近くだから。うん、これでターゲットは、ターゲットっていうか、あの目的、一番の目的は明日の3時半、明日の3時半からの朝間詰めの、ヒラメが一応お狙いです。だから今日の酔いまづめは大体ポイントを探るみたいな感じ。はい。圧巻。あのね、ちょっと待って。あ、大丈夫か。ちょっと待って。あの、見てくれ。どんな感じか。いや、来たね。これ来たね。ちょっと待ってね。やばい。何がやばいって、波がすごいし、風がすごいし、これは、投げても、めっちゃ風ありますやん。おう、投げても飛ばないわ。キーボンポーさん、今日は関まずめでしたっけ？何？今日は夕まずめ。夕まずめ、4時ぐらい、まあ、3時だな。3時ぐらいからテント張って、ちょっとやろうかなと思う。テント張るのは、もう明日。同じ小尻で道はこう言った。あかん。直樹大倉さん。こちら。順番、おかえり。皆の衆、ダメだ。おかえりなさい。ああ。皆の衆、ダメだ。あのね、あの。直樹大倉さん、また来たいです。はい、いらっしゃい。皆の衆、ダメだ。あまりにも、風が強くて、ダメだ。あまりにも風が強い。あまりにも風が強くて、テントが張れねえ。あかんわ。トムさん、おじさん、こんにちは。アスタリスク、アスタリスク。さあ。ちょっとね、なかなか釣れないんだけど、頑張って釣るからね。メジロさん、風邪ひくぞ、ほんま。風邪ひっちゃうよ、こんな。北海道だよ、ここ。北海道寒いよ。コータさん、ウイス。ウイス、北海道寒いからね、マジで。ペコ太郎さん、こんにちは。トムさん、おじさん、裸足わらわらわら。裸足だよ。掃除さん、ご隠居、こんにちは。ちょっと波乗り男さん、今度はこっち。うん、ウェーダー欲しいんだ、ウェーダー。胸までのウェーダー。があったら高田圭仙さん、オメガ、ニャンポス。家だったら寒くないからな。しょうがないんだよ、これで。ファルコンさん、なんか釣れた。なんも釣れない。じゃあこれが釣り行くから、ちょっとみんな頼むよ。ウェーダーとライフジャケット。あー、これライフジャケットいるな。オアシスさん、変えよ。だからライフジャケットいるなっていう感じがする。うん、そんな感じがするわ、ほんま。さあ、これからね、ほなちょっと行ってきますんで、皆さん、応援よろしくお願いします。ちょっと、びしょびしょだよ。Bluetooth のイヤホンマイクあれば聞こえるのに。キヨくんさん、大花火を10発プレゼントしました。またリコピンさん、ご隠居危ない。ファルコンさん、ポイントまで届いてんのかな。リコピンさん、ご隠居派危ない。キザルさん、右。
あかん、もう帰ろう。キヨくんさん本人は本気で狙ってます。帰ろう。オアシスさんでかい波コイン。帰ろう、もうダメだ、釣れねえ釣れねえ。ルア一本やられた。トムさん右足わらわらわら。もう一本やられた。わらわらじゃねえよ。あげあげさん、ここ釣れるポイントなん。リクオさんわらわらわら。キザルさん釣りの時間2分。ベストフレンドトキちゃんさん、参考館長18時23分。ありがとう。釣れねえよこんなん。どうやって釣るんだよ。トムさん、ルアーやられた。やられたよ。キメチさん、そんなすぐ諦めるな。ツツモタセさん、ルアー何本持ってきてるのですか。ルアーあるけど、ちょっと向こうに置いてんだよ、ルアー。タコポンさん、釣り聞き慣れないわら。あのね、もう一回向こうでやってみるから、汽水とね、汽水と交わるところ、そこがいいんだよ。掃除さん、でっかい港ないの。苫小牧とかなら堀米式の港だから釣れそうだけど。キヨくん足が痛いんだよ。足がこれ足つぼマッサージしてるみたいに痛いんだよ。足つぼマッサージだよ。痛いよ。あ、痛い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 。あ、痛い。あ、痛い痛い痛い。あ、痛い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 。もう足が痛くて歩けねえ。あ、痛い。オアシスさん不健康。あいだ。トムさん、わらわらわら。メリオスさん。オノちゃんさん、大黒卵釣れたか。メリオスさん、100円ルアー。おのちゃんさん、ここまでまとめ誰か教えて。赤い蜂さん、王妃、はーい。オシャンティユキチさん、ついに海まで入るようになったか。ああ、わかんわ。全然釣れん。もう、向こうの方がいい。ベストフレンドトキちゃんさん、要は餌が流れる状態を想像するんだよ。いや、オノちゃんさん、大黒卵釣れたか。釣れねえ。タカパパさん、釣れたかな。釣れねえ。メジロさん、釣れた釣れた。おのちゃんさん、岩場をね。メリオスさん、肩までいかんと。あわら。ジュニアさん、延長希望。ピンクのハゲ卵さん、今日明日は流し用赤潮で潮悪いし、釣りする人なんていないよ。掃除さん、延長忘れそうは。